どうも、谷島スカです。とね、今回の動画も7月20日に両国でやった、Amazon プライムボクシングのメインイベント。僕の YouTube を見てくださってる方だったら、もう僕はこうめっちゃ参考にしてるっていうのは分かってくれてると思うので、WBC のね、世界バンタム級タイトルマッチ、チャンピオンの中谷潤人選手対指名挑戦者のヴィンセント・アストロラピオ選手の試合について語っていけたらなと思います。この試合は Amazon プライムのこの日の興行全部 KO だったんですよ。でそれまでうわーって中谷選手まで盛り上がって、中谷選手の時の試合は盛り上がりっていうのはちょっとこうマジかみたいな感じになりましたね。なんかこうちょっと引くって言ったら失礼なんですけど、嘘でしょみたいな。その対戦相手のヴィンセント・アストロラビオンを指名挑戦者なんで、挑戦者決定戦っていう世界チャンピオンに挑戦する権利をかけた試合にしっかりと勝って勝ち上がってきた正真正銘の本物の挑戦者なんですよ。それを1ラウンド2分37秒で KO です。ちょっとこれすごいっすよね。なんか今回は勉強するところも多かったんですけど、なんかもうさっきも言ったようにマジかっていうのが強いですね。なんかもう多分その会場にいた方たちも、 Amazon プライムで見てた方たちも嘘みたいな感じだったとは思うんですよ。それくらいなんかこう戦律的な KO でしたよね。もう KO パンチになったのはボディストレート一発なんですよ。ボディストレート一発ですよ。当たったのもこのレバーとか溝落ちじゃなくて多分ここなんですよね、はい、アストロビア多分こうやってガードしてたんでここに当たったと思うんですけど、それでも10カウント効くんですね。効いたんだと思いますよ。一発すごい。では試合内容に入っていくんですけど、もう中谷選手はいつも通り重心を少しめっちゃ後ろっていうのも本当に左足に多分体重を3-7ぐらいなんかな、体重の割合でいうとそれくらいの割合でちょっと後ろなんですよ。で右手を前にしてここに空間を作るんですよね。もともと中谷選手ってバンタムでもおそらく背高い方だと思うんですよ。身長高い方やのにそこから一歩引いてここに空間を作るから、多分対峙してる相手からするとめちゃくちゃ遠く感じると思うんですよね。もうこの Amazon プライムの動画で見てても引いてこう遠いっていうのが分かるんで、ヴィンセント・アストロラビオはもう基本に忠実なこうハイガードのスタイルだったんですよね。中谷選手のこうパンチを警戒してるっていうのもあるんですけど、で中谷選手のすごいところってこうさっきも言った後ろで距離が遠くてこう、うわどうしようって探ってる間に中谷選手からこう仕掛けれることなんですよ。距離が遠いのに街のボクシングじゃなくて距離が遠い上にさっき仕掛けるんですよ。まあ対戦相手からちょっとマジで嫌いと思いますよ。あどうしよう距離遠いな探ろうかなと思った時にジャブとか飛んでくるんですよ。で中谷選手もここの合間に作った右の使い方っていうのがめっちゃうまくて、こう右手をこう前に出しながら外だったり下だったり中だったりとかいろんなとこからこう探ってくるんですよ。で探ってるジャブの時とかのはめっちゃ距離遠いのにストレート打つ時だけもう伸びてくるんですよね。ここで戦ってんのにストレート打つ瞬間にはもうここにおるみたいな。だから多分体重のシフトウェイトっていうのがめちゃくちゃうまいと思うんですよ。でも中谷選手からするとこの 7-3 になってるのを五分五分に戻すだけで近づけてる感じなんでしょうね。やってる相手からするとめっちゃ嫌ですよ。ジャブで遠いのに気づいたらストレートここにあるんですよ。もうあれは嫌。だから解説の長谷川さんは上体の使い方って言ってたんですけど、僕は多分重心移動の使い方じゃないかなと思うんですよね。重心を移動してるから結局的に上体が後ろに行ってるように見えるだけで、基本は多分この重心の使い方なんじゃないかなって僕は思いましたね、傍から見てて。どっちにしてもまあすごいっていうことで、重心移動のうまさはめっちゃ勉強になるっすね。あれでもあれ僕がやると僕ライトフライでもそんなに大きくない方な大きい方ではないんで、この後ろ重心でもらっちゃうんですよね。だから真似できないんです、あそこは。でアストロラビオも先手取られながらでも左手、アストロラビオオーソドックスなんで左手で中谷選手の前の手を叩きながらフックからだったりとかボディ見せたりしていろんな工夫して入ろうとこう試みてたんですよ序盤に。
で中谷選手こう左の使い方はもうずっといいっていうんですけど、このオラスクワガ戦、僕オラスクワガ戦を多分これ見た人もいると思うんですけど、僕の解説をなんかこのフックの使い方とかもすごいんですよ。こういう外からフックが出たり、真横からマジ出たり、アッパーもこう縦だったり、重心を移動してこっちから飛んできたり、本当にこう全方向から打ててるようなイメージなんですよね。それはもう師匠がそういう教えをしてるんですか？多分もうなんかルディコーチの教え方をちょっとインタビューとかで聞くと、もういろんなことを試さすらしくて、いきなりオーソドックスでやってみろとか、1ラウンド5分にしてみたりとか、サンドバックとかでもこのラウンドはもう全段フルスイングで打ってとか、なんかいろんなこう練習をさせるらしくて、でこの神経に溝を通すっていうんですけど、今までやったことない動きをいざやれって言われてもできないじゃないですか。でも一回やったことある動きって人間ってできるらしくて、できるっていうかやろうとするらしくて、多分そういう神経に溝を作る作業をめっちゃやってるんだと思います。これはあのパーソナルフィジカルトレーナーの寺中先生の受け売りなんですけどね人間は一回やった行為はそのなかなかできやすくなるらしくて、なんか試合に向けていろんなこう溝神経に通していくっていう作業を、ボクシングでもめっちゃやってるんだと思います。だからあんなにこう、え、こんな戦い方あんのっていうのができるんでしょうね。だから引き出しっていう、ボクシングの引き出しっていうものがすごい広いんだと思います。多い、それはオラスクワガ対カノーリック選手戦でも僕感じたので、まあ、教え方がそういう引き出しを増やすような作業なんだと思います。で1ラウンドの1分過ぎにワンツーを打ったんですけど、さっきも言ったようにこう中谷選手って後ろ重心から飛んでくるんですよね。後ろ重心から急にストレートがこう前になって飛んでくるんですけど、この時も重心の位置からさっきまでこう外を見せて急に内側にジャブをバッて入れるんですよ。内側にジャブを入れてそのまま一緒の軌道でストレートが出てくるんですよ。めっちゃ見にくいんですよね、ああいうストレートって。でもアストロラビオも警戒してるからそれをもらわないんですよ。しっかりブロックして挙句返そうとするんですよね。だからやっぱアストロラビアのレベルも高かったんですよ。でその後にもう一回似たようなストレート打つんですけど、その時はワンツーじゃなくてワンをフェイントに使ってジャブうんタンっていうストレート打ったんですよ。その一発前はジャブを入れてストレートだったんですけど、次の2発目はジャブを打たずに一回ワンテンポ置いて左みたいな、なんかここでも打ち方のタイミングを変えてるんですよ。すごくないですか一瞬前は肩に入れてワンツー、その後はジャブフェイントワンテンポ置いて左、はあ、もうすごいアストラビオそれもブロックするんですよ。でその後もフックのリターン返してボディ返していくんですよ。だからレベル高かったですよこれ。1ラウンドだけやったけど、で KOC になるんですけど、 KO したパンチっていうのは左ボディって冒頭に言ったんですけど、それまで左の下のパンチっていうのは全く見せてなかったんですよ。さっきの上だったりとかテンポ変えての左とかワンツーとかばっかりで、アストロラビオも外側からの左が飛んでくるから、この右ガードをしっかり固めとかないとダメで、そのジャブをもらわないように左ガードも上に上げとかないとダメっていう、こんな形だったんですよね。でそこで中谷選手が右ジャブをもう一回打つんですよ。もう一回打って、あ、ジャブだみたいな、でもう一回ジャブ来るんですよね。この時に多分強いパンチがこの上に来るって思ったと思うんですよ。上に来るって思ってバッてブロック固めるんですけど、飛んできたのはボディストレートなんですよ。すごいもう肘の間って感じ、もうガーンって通り抜けたじゃないですか。その倒すまでの一連の流れがすごいんですよね。左を強く見せて強く見せて、でジャブ打ってジャブ打って、で KO 審前にジャブを一回見せて、もう一回ちょっと長いジャブを打って、左の上を警戒させてこうしたところボディに持っていく、もう一連の流れになってるんですよ多分 KO シーンまでが。すごい、もう組み立てってやつですよね、警戒させてこれみたいな。でだから聞きたいのは、このあとどういうプランで戦う予定やったんかも聞きたいです。ボディ打った後どうしていくのか、上にフックを返していくのか、それともアッパーとかにしていくのか、でボディを警戒させてまた上に持っていくのかとか、どういう、こうプランで戦うんやったかとか、ちょっと聞いてみたいですね。
YouTube 来てくれんかな。でもうモンスターと中谷選手に共通してるのって KO 率めっちゃ高いじゃないですか。でパワーに目が行きがちなんですけど、ボクシングの引き出しがすごいんですよね。実際はうまさだったりとか、ボクシングの幅、引き出し、ピンチに陥った時のあれとかすごいです。もう本当に芸術ですよね、あの2人のボクシングっていうのは。めっちゃこう熱く語って早口になっちゃったんですけど、最近ボクシングの話になるとすげえこう早口になっちゃうんですよね。まあこんな感じで中谷選手のボクシングを超見て少しずつ解明していってる感じですね。これをこうやって YouTube のバーで喋ってアウトプットして、少しでもこう自分のね糧にしたいんです。めっちゃ参考にさせてもらってますよ本当に。だからこそさっきも言ったように、どういうプランでこう12ラウンドの予定やったとかめっちゃ聞きたいですね。あのボディの跡とか、逆に何ラウンド目ぐらいで仕留めるつもりやったのかとか、根掘り葉掘り聞いてみたいですね。とまあこんな感じで、まあ、1ラウンド2分37秒の中のやり取りっていうのを僕が分かる限りで説明させていただきました。コメントとかでね、なんかこういうところもあったよとかあればぜひしてください。今後みたいな感じで、なんか井上兄弟をなんか言ってましたよねみたいな。でもバンタムなんで、まずは多分統一なんでしょうね。で中谷選手自身も井上拓磨選手とやりたいって言ってたので、井上もしねこう万が一中谷選手と井上選手がやって、中谷選手が勝って、ついにあとはもうモンスターやってなると、日本ボクシング始まって以来のもう超メガファイトですよね。すごいです。なんか僕のはねモンスターとかこう YouTube で出させてもらってるんですけど、やっぱこう雲の上の存在にしちゃってたんですけど、中谷選手は戦うべき存在として認識してるじゃないですか。そういうなんかこう認識の違いとかもまた関係してるんですかね。いやーなんか雲の上の存在やと思ってた自分がちょっと恥ずかしいです。まあ実際雲の上の存在なんですけど。でもね、中谷選手もパウンドフォーパウンドの1位を狙う。そうですよね。なんかそのモンスター戦が最終目標じゃなくて、パウンドフォーパウンド1位になるための道のりって言ってましたね。なんかすげえな、もうちょっと頑張ります。自分が恥ずかしくなりますこれ。ね、俺 YouTube 撮ってるのが練習前なので、また今日の練習にちょっと身が入ったので、僕なりにちょっと一生懸命頑張ると思います。でまあこんな感じで、ね、本当コメントとかでなんか中谷選手のこういうところも見えたとかあればぜひコメントしてください。勉強させてもらいます。でまあこんな感じで終わりたいと思います。いいねとねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとまたねなんか YouTube でこういうの見たいとか聞きたいとかあればコメントそちらの方もよろしくお願いします。まあこんな感じで終わります。ありがとうございます。